こんばんは。最近食欲がやばいんです。本当にお菓子もいっぱい食べるし、今日も今さっきまでなんか食べてたし、なんかさっきだって事務所でもなんか食べてたのに、なんか4食5食食べてますね。ハート100個ありがとうございます。公園があると太るんですよね、食べるから。公園がないとね痩せる。ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。明日楽しみ、ありがとう。今日は明日公演なので今日は短めでお送りいたします。何時までにしようかな。10分ぐらいかな。ブラボー、ありがとう。明日消費できる。そうなんだよね、明日なんか着離派もあって実質2回公演なので、まあでも絶対その分それ以上に食べちゃう。本当に公演あるとね太っちゃうんですよ。その分動いてるからっていうのがダメなんですよね。そう、明日のために早く寝たいな。いつも寝るのが2時過ぎなので、ちょっと今日は早く配信を終わりにして早くお風呂に入ろうと思います。本当に明日起きれるか不安。明日18時からですよね。体力大丈夫？体力はね結構もうこの2、3日がっつりレッスンしてたから、だいぶもうあの腕を上げると痛いですね。腕を上げるともう筋肉痛で、もう久々にこんな最近いっぱい動いてるから。だるまありがとうございます。頑張ったんだね。頑張りました。なんかこの時間すごい公式のいろんなお洋服とかの LINE が来る、通知があってみんなのコメントが見えない。ダダダって来てる。ファイト、ありがとう。ファイト、もう一個来てる。ありがとうございます。暑いねも、ありがとうございます。頑張って、頑張る。ねえ、かわいいこのアボカドかな。こんばんは。初見さんもありがとうございます。あ、ぜひツイッターもつぶやいてください。ツイッターで声援もだっけ流れるのでね、私が踊ってる後ろで。職員ありがとうございます。ぜひ見てください。よろしくお願いします。予算の SK48 ファミリー限定生写真買った。おー、ありがとうございます。最近あれもあったよね、あのそういえばそのやつじゃないけどさ、七夕あったからさ、七夕の写真も撮ったから
その時の写真、撮影の写真はもう送れるのか。でも最近結構もう握手会の写真があるから、割と写真はある。今日はモータントの写真を送りました。なんかレッスン終わって自主練してメール送るのがめっちゃ遅くなった。ツイッターでサイレンもやりますね。おー、いいね。あれ結構メンバー見てるね。そうね、あの後ろのスクリーンに映るのでツイート見れるので、ぜひぜひ。踊りながらさ、後ろ向いた時とか気になっちゃいそう。気にならないのかな、なんか。でも曲に集中してるか、なんか気になっちゃいそう、動いてたら後ろが。明日見ます、ありがとうございます。当たるといいな。だってそうですね、いろいろあるのでね、そういうの。まあ、場面で今気づいたけど、デカビタの缶とかあるんです。そうですね、事務所にあります。自販機、自販機いつも結構あれ買ってるかな。よくだいたいもうレッスン終わりの自主練したいけどもう体が動かないけど、あの何かをチャージしたい時にだいたいデカビタの缶か。結構あれは飲みますよ。ハートありがとうございます。久しぶりの青が楽しみ。そうね、久々で。デカビタ飲んで頑張ろうって。本当は最近本当に食欲がやばいから、せめて飲み物だけでもお茶か水にしようって思って、今日もお茶持ってたんですけど、まだこんなに余ってるのにデカビタを買ってしまった。最近でもコンビニでコーヒー、あ、一回買ったかな。最近そんなに買ってないかも。バレの多い時はなんか公園が重なってる時とかさ、競りとか立ち位置とか番号を覚えたり振り覚えたりとか歌割り覚えたりとかあるけど、なんかさ覚えるとさやっぱ眠くなるじゃないですか。でもまだ覚えることあるっていう時にコーヒーを飲んで、もう無理やりでも入れるっていうのをやってるんですけど、最近はもう今も青がしかないし、そんなに多くはないし、時間がもう1公演しかないからさ、その間に何か覚えてっていうのがないので、最近はコーヒーはお家でしか飲んでない。お家では毎日飲んでるけど、あ、今日お家ラジオ最終回です。そう、最終回です。今日の10時とか最終回聞いてくださいね。ハートありがとう、バラもありがとうございます。
水もね、炭酸水って太りますか？私さ、最近じゃないわ、炭酸好きでさ、でも炭酸って太るみたいな、炭酸水も太りますかっていうのをね、サーヤと話してた。あなたはありがとうございます。聞きます、ありがとうございます。お家に炭酸作れる機械ある？でも実家でしかない。え、炭酸水は太らない？いける？炭酸のなんかさ、他の飲み物が結構ジュースとかお酒とかだから炭酸が太るって言われちゃうのか。炭酸水は平気だ、大丈夫なんですね。強炭酸いいですね。炭酸好き。炭酸飲料の甘いのはダメ。甘いのって別にも、だからさ、別にそれはもうあれだよね、炭酸じゃなくても全部そうだよね。最近タピオカ飲んでないな、そういえば。毎日飲んでたのに、1日3杯とか飲んでたのに、最近飲んでない。でもさ、タピオカ飲んでたけどさ、意外とタピオカ飲んでた時期そんなにめっちゃ太ったってわけでもないんだよね。むしろ終わった時の飲まない期間の方が太った。なんかタピオカ飲んでた時期、タピオカ太りますみたいなさ、なんかさ、事務所にさ張り紙置かれててさ、みんながタピオカ飲むからなんか懐かしい。そうだ、なんかタピオカ流行ってる期間、本当になんかタピオカとあと飲み物のなんかあのこのぐらい太りますみたいなあって、なんか事務所に張り紙されてたの、本当になんかいろんなところに。そう懐かしい。あ、もう最近そういえば見ないのあれで、ね、でもなんかゴミ箱見ると、なんかゴミ箱のさ上に貼ってあんだけどさ、ゴミ箱見るとさ、タピオカのさ飲んだ後のなんていうの、殻のゴミがいっぱい入っててさ、あれ意味あったのかなってちょっと思ってる懐かしいな。でも意外とタピオカ私は太んなかった。普通にご飯食べ過ぎちゃう時の方がなんか太ってた、見た目も体重も。まあ、そうだよね。最近はでもあのマスクのなんかつけたりとか、ちゃんと手洗いうがいしましょうみたいな張り紙はある。なんかそれのイラストがさ、なんかさ動物がさ4、5ぐらいあるんだけどさ、イラスト、なんか張り紙のその予防みたいな、マスクしましょうみたいな下にさ、なんかイラストみたいな添付されててさ、なんかさウサギとかなんだっけ、なんかいるんだけど、犬がさめっちゃなんか横向きで、顔がさすごいこんな感じなんだけど、マスクがもうこんな感じで、なんか
そんなマスクあるかみたいなやつのイラストが貼ってある。そんな感じで10分過ぎてしまいました。ちょっと終わりにしよう。話盛り上がってたら明日疲れちゃうでしょ。明日本番だからさ、ちょっとこの辺にしときますわ。ハートありがとうございます。だるまとかもありがとうございます。この辺でちょっと終わりにしようと思います。今日10時からこの後おうちラジオ、うちラジの放送第5回目で3週間になります。私今日で終わりなので、ぜひ皆さん聞いてください。お忘れなく。ファイトありがとうございます。お疲れ様。明日画面の前から応援してます。ありがとうございます。明日頑張ってください。頑張ります。はい。でルキポでもギャオでも、昨日からね、元気玉も見れるので、あとブログももう更新されたかな。今日ブログだったんだけど、まあ更新されてたら見てください。あと明日はついに公演、劇場公演があるので、はい、見てください。いっぱいリハーサルあったので見てほしいです。ということで終わりにしたいと思います。皆さんおやすみなさい。またね。ブログ更新されてるって、ありがとう。ブログもじゃあ見てね、お願いします。研究生1位のブログです。お疲れ、ありがとう。おやす。バイバイ。